井上二郎井上二郎。陸軍中将時代、井上二郎から1920年1月11日は、日本陸軍の軍人。最終階級は、陸軍中将。伊予国北軍、新谷出身。小学校時代の友人に、井上かなめがいた。陸軍主管学校に入り、1885年6月、陸軍公平少尉任官。同期には、宇都宮太郎。 島川文八郎領大将や柴勝三郎、中将らがいる。1887年に陸士を卒業。軍用鉄道研究のため、ドイツに派遣された。日清戦争時には、寺内正武少将の副官を務めた。1904年3月、鉄道大隊長に就任し、日露戦争では、大本営臨時軍用鉄道監督部長となった。1905年3月、 公兵大佐に昇進。1906年7月、陸軍省軍務局公兵課長に移動。1910年11月、陸軍少将に進み交通兵旅団長となる。1914年航空学校視察のため等。1915年1月、交通兵旅団が交通兵団に改編され、引き続き兵団長を務めた。同年2月、陸軍中将に進級。 1916年4月、臨時軍用気球研究会長を兼務した。1916年8月、下関要塞司令官に就任。1917年8月、退名となり、同年12月、予備役に編入された。臨時軍用気球研究会において、1909年8月に委員、1916年4月に会長をそれぞれ兼務し、 陸軍航空の早々期に貢献した。ありがとうございます。